はい、始まりました。気になるマネーセンス。日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話ししていく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの浅田修郎です。はい、今日のテーマはですね、アクティブ運用とトレードって何が違うの？ということでお話ししていきたいと思います。なるほど。久しぶりのトレード系の動画と、トレード系って言うかどうかわからないですけど、ね、はいはい。はい。まあ、ちょっと質問をね、いただいたんですけども、うん、我々今募集停止してますけど、トレーディストという講座も実はあってですね、はい、はい、トレードを教えてます ね、 そうですね。今現在進行形で、まあ、一応内部ではやってますけども、うんうん、新しい新規募集を停止している段階です ね、まあ、再開はおそらく年内にはするとは思うんですけど、うんうんうん、はい、で、まあ、このトレーディストという講座はアクティブ運用と一緒ですかというのであれば、もし一緒だというのであれば、我々ほらアクティブ運用よりもインデックス運用の方が結果的にパフォーマンスは上ですよという話をしてますよね。なのでであればトレードって必要なくないですかと。ああ、なるほどね、はい、そういう質問をいただいております。なるほど、はい、まあ、まずそのアクティブ運用っていうのは長期間の投資に関わるものなので、うんうん、投資っていうのは資産を生むものに投資をするわけですね、はい、アクティブ運用で資金が溜まってるのに投資してないっていう状態は、まあ、基本作らないっていうか作れない。どこかにずっと資金は投資されている。まあ、そうですね、払い出しとか解約のために一部現金を用意しておくっていうことはありますけども、うんうんうん、まあ、それ以外の部分はほとんど全部すべて投資をされているという状態ですね、うん、ということはチーム 7% でいうところのキャッシュポジションとか危機管理というものがないと。本当にごくわずかのファンドの中には、うん、そういうキャッシュポジションを持つっていうファンドも中には存在するようですが、ほうほうほう、先進的な、はい、そうですね、うん、確かダイバーが作ってたと思いますけども、ただもう本当にごくわずかで、うん、おそらくもう本当に 0.0 何パーセントとかっていう、もう全体で言えばもう 0.ってつくと思います。そういうことですね。もうほとんど全部は全部投資されていると。それ 0.はもうほとんどそうですね、うんうん、でなんでかっていうと、ファンドを購入するっていうことはまさしくそれを期待して買っているから。でファンドって通常一つのファンドで初心者の方とかも本当に何も勉強してない方がいきなりまあ銀行とかに言われてこれどうですかっていうふうに言われてそれでドンって買うっていうんだったら、もうこれはもう目も当てられないんですけど、それ大変ですね。だけど、まあ、通常投資信託っていうものは、うん、その自分自身のポートフォリオを作る上で自分がこれに投資をしたいのでそれを買うんですね。そうですね。だけど自分自身で直接購入するには金額が小さいのでファンドを購入するとか、うんうんうん、そこにまあいろいろ手間がかかるのでそれをファンドを購入するとか、うんうん、そういったものがあるわけですよ、はい、でアクティブファンドの場合はこういうふうに運用しますよとか、このパフォーマンスを上げるためにこういうのやりますよっていうことをファンドマネージャーの方が一応それを宣言していて、うん、でその指標とかそういうようなものに共感をして、うん、するわけですね、うんうんうん、まあ、例えばフィフンファンド、まあ、この YouTube でも取り上げたことがありますけども、はい、あれはもう完全にアクティブファンドですね。 そうですね。それはまあひふみ投資のところで有料な中小株、うん、小型株を購入して応援するんだと、うん、でそういう時にはグッと上がるよと、うん、そういうふうにまあ成長力があるよと。で、まあ、確かに小さいところは成長力もあるし株価も上がりやすいし、うんうん、そういうようなファンドがもし見つかれば高い収益率を上げられるということはありますけども、やっぱり、まあ、リスクもあるというところですね、まあ、そうですね、うん、でひふみ投資はアクティブ運用で集まったお金ですよ ね、アクティブ運用しているそのファンドですよね、はい、一つ例に挙げましたけど、うん、じゃあその集まったお金っていうのを投資しないっていう選択ができるか、キャッシュとしてプールしておくことができるか、はい、例えばですよ、私自身が動画内でやったのはそんな運用できるようなそのすごいこう粒揃いの小型株っていうのをバン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 見つかりますかと言われると、うん、いやそんなことはないはず、うん、だけど人気になるとお金集まってきますよね、まあ、特にねテレビとかに出ちゃうと、はい、そうですね。でそうするとじゃあ投資しないっていうことになって、まあ、例えば半分投資しないということになると、うん、今までの運用益の半分になっちゃうわけですよ、ね、今よりはまあ半分でしょうね。そうでしょ。ということはもうこれオープン型にしないでクローズ型にする必要がありますよね、うんうん、まあ、要はその一定期間だけ募集したりとかいくらまで募集したりとか、そうですね、いうような形でする必要があるとなりますね。だけど、まあ、方針としてはオープン型にされて、まあ、誰でも購入できるということになります、うんうん、でそうするとそんな風に集まらなかったらどこに投資するんだってことになります、うん、じゃあまあ言うたら時点その時点、まあ、何位までなっていくでしょうね、はい、広げていくしかないわけです。で、まあ、場所がないということであれば海外にもというような話がありました、うん、だから投資をしないっていう選択ができないんですよ。なるほど、はい、うんうんうん、だってそこに運用してほしいと思ってそこを買ってるわけですから、うん、じゃあ一方トレードってなんだということですけど、これまあ短期売買を繰り返していくということになりますけども、はい、投資しない、まあ、いわゆるそのトレードしない期間っていうのがもうほとんどです。そうですね、ここがちょっと一般的には乖離があるかもしれないですね。そうですね、だから投資とトレードは全く違う、ほとんどねプールされてるんじゃないですか。
はい。で、うん、これを混同している人が多いから、本当は投資をしてるんじゃなくてトレードをしてるのに、うんうんうん、それを投資って呼んだり、投資の考え方でやろうとするから失敗するんです。うん、アクティブファンドは投資のお話です。アクティブ運用っていうのは投資のお話です。トレードっていうのはもう短期運用とか、投機です。はい、投機っていうのは機会に投じる。うん、だから、今だっていうことが分かってそこにお金を投じるわけです。そうですね。今だっていうのはどういう時かっていうと、まあ、通常は価格が上がる、価格が下がるんです、うん。この状態になることが分かっているからお金を投じるんですね、うん。短期間なので、自分自身の持ってる金額が小さい場合、儲かる金額も小さいですね。そうですね、例えば100万円で100万円でドンやっても、うん、100万円で上がった時にちょこっと売ると、うんうん、短期間ですからちょこっと売るとで、またちょこっと買うというようなことをやっても利益ってそんな高が知れてるじゃないですか。まあそうです、ビビたるものになるんじゃないですか。そうですね。なのでレバレッジっていうのが必要になってきます。やっぱり100万円で証券会社やまた FX 会社とか、うん、まあそういうところとかいろいろね、お金を借りて、で自分自身の持ってる証拠金といいますけど、証拠金の金額よりも何倍も何十倍もお金を借りて、そこで購入します。でそうするとこれ0円になったらすごい金額じゃないですか、すごい損失になるじゃないですか、そうですね、っていうことになります、うん、その通りです。こう自分自身の目論みが外れた場合、上がると思って買っているんだけど外れる場合があります。外れた場合は速やかに撤退しなきゃいけない、まあ、ロスカットと言われる、ね、そうですね、まあ、そういう考え方が必要になってきます、うん、だからいわゆるその考え方がそもそも違うので、うん、スタートラインがそもそも違うから全然この技術が違うんです ね、 ね、知識も違うしやり方も違います、うん、だからそこをちゃんとしっかり理解した上でトレードをしなきゃ、うん、本当はね、こういったところの話は初めてのトレーダー講座っていうのを喋ってたんですけど、まあ今それも受けられない状況になってます。ああ、そうですね、はい。多分募集開始すると同時に多分解放されるとは思うんですけど。そうですね。アクティブ運用、僕も他のところでね、インデックスが最強になる理由っていう、ね、ああ、そうですね、お話ししてますけども、うんうん、アクティブファンド、アクティブ運用っていうのはインデックスの方で勝っちゃったと。実際今現時点でも好調になっているので、アクティブファンドの中でも成績が出ているものもありますけども、うんうんうん、それでも全部の平均値で合わせるともう 4% に満たない利回りが、ヘッジファンドもそうですね、全部平均してしまうとやっぱりインデックスの方が強いんですよ、まあ、チーム 7% 今現状ちょっと少し下がってますけども、うんまあ、それでもまあ本当に買ってね、ずっと世界のバランスで買っても、うん、今チーム 7% の 5% か 6%5から7の間をこう行ったり来たりしない、そうですね、今してますね、うんはい、そんな、ね、アクティブみたいな、うん、しかもアクティブファンドはそれに手数料かかりますから、ああそうですね、はいうんうん、低くても見積もってもその品位とかでも1% は取られるので、うん、でインデックスであれば 1% が全然取られない、ね、0.3% 台とかになってきますので、うんうん、だからもうそこの差もやっぱり大きいと、そうですね、まあ、1と 0.3、まあ、単純にしても 0.7 違うわけですから、そうですね、その分運用利回りが下がる、はい、下がりますね、もう確実に下がります、うん、投資と投機トレードっていうのは違うんだということですね、うん、投資と投機は違う、それ使う技術も知識も違いますしノウハウも違います、うん、なのでそこの部分をしっかり理解した方がいいと、うん、投資に関しては再現性があるんです、うんうん、誰がやってもうまいこといくんです、はい、アセットアロケーションだったら、うん、これを全世界にこうまめなく投資してドンってやれば、うん、まあみんながそれになるということですけども、うん、トレードに関しては、それを見つけなきゃいけない。投機、うん、の機を見つけなきゃいけない。ああ、そうですね。もう今上がるぞっていうところを見つけなきゃいけない。うん、で、まっすぐ技術がいりますね。そうですね。で、そこでちゃんと投機する、まず、あ、トレードするっていう、その技術もいります。で、注文出しとかないと、その時が分かったとしても、もうあれあれって言っちゃうんで。そうですね。その時が分からないと、もうその利益に結びつかないですからね。そういうことです。なので、事前に注文出さなきゃいけない。うん、ここでエントリーするんだって。そうですね。で、しかも、そのエグジット。言いますけども、エントリーしたらエグジットは2つありますね。自分の想定の反した場合、想定通りになった場合で、想定通りになった場合でもここでちゃんと利益を確定するっていう場所、うん、エグジットとロスカットっていうのが必要になってきます。そうですね。で、その考え方でいろいろ考えていくと、いわゆるそのファンダメンタルズと呼ばれるような分析とか、うんまあ、テクニカル呼ばれるような分析とか、うんまあ、そういうような分析の方法の違いであったりとか、うんうんうんトレンド上がったり下がったり下降トレンド上昇トレンドって言ったりしますけども、うんそういうトレンドのことについて知らなきゃいけなかったり、うんまたこの変動の幅ですね、うん、ものすごく大きく動くっていうものもそれがどのぐらい大きく動くのかっていうのを過去のデータから未来の予測の範囲でできます、うん、このトレードに関しても、まあ、儲かってない人とかそこら辺が体系的に理解できてない人が、まあ、好き勝手ブログ書いたりとかするんでその全体像の中でこのトレンドってなんだとか全体像の中でボラティティなんだとか、うんうん、っていうのが全く話されてない。例えばポジションサイジングなんていう単語も、まあそうですね、全く出てこないですからね。 うちではもうかなり重要なところで、うん、かなりの時間を割いてお話をしてますけども、そうそうそう、同じね手法でやってたとしてもポジションサイジングが違うだけで全然結果も変わってきますからね。まあそうですね、うんはい、ポジションサイジングのことを勉強すれば、うん、いかにまあ愚かなことを皆さんやされているかと、うんうん、いうことが分かります。
います。そうですね。はい。うんうん、例えば、ヤフー掲示板とかでね、ヤフーファイナンスの掲示板とかでね、ありますね。すごいこう悲鳴が聞こえるわけですけども、うん、なんとかショックっていう起きるとね、何千万とかしたとか、何百万とかしたとか。うん、絶対にニュースに上がってきますからね。出てきますよね。うんうん、これはもう完全にポジションサイジングが間違っているっていうか、うん、もう知識がない状態。うん、まあ宝くじを買う感覚でやられてるのかもしれないし、の割にはなんかこう自分のそのね、なんか期待以上のものを込めてる気がしますけどね。どうするんでしょうね、そのビジネスだから。やっぱそういうところもしっかりと考えなきゃいけない、うん、トレードって言ったって、そうですね、まあ年利回り例えば 40% とか、うん、結構な金額ですね、これパーセンテージですると、うん、デイトレーダーでもバッバットレードするという方でも、うん、まあ 100%200% と年間でね、まあ、それも専業ですよね。専業ですね、完全に。サラリーマンで、サラリーマンではちょっと 100% はかなり努力しないと難しいかな、うん、いっぱいエントリーしなきゃ、まあ、エントリー回避に比例しますからね。そうですね、できないとは言わないですけど、すべ、うんうん、ての余暇を捧げないといけないですね。あ、まあ、でもそれくらいでしょうね。はい、睡眠時間も削って、うん、そうでしょうね、はい、うん、もうかなりきついですね。と言ったって元手が例えば数百万だったら、まあ言ったら 100% って言ったってその倍になるだけですよ。そうですね、たかが倍になるわけです、うん、続けなきゃいけないですね、ずっとね。ということは続けられる方法じゃないとダメだ。だから投資も投機も一緒なんですよ。あ、そうですね、続けなきゃいけないです。一緒ですね。ということは今の時代だけとか今だけとかこの相場だけとかっていうので通用するようなものとか、例えばね、チャートを見せてなんかいろんな線がガーって書いてあって、この雲が越えたりとか移動平均線がどうこうとか、ゴールデンクロスなどか、そんなんじゃないんですよ。マックリーストキャスなどか、トレードってそういうんじゃない。まあそれもトレードの一つではあるんですけど、そこはちゃんと相場とかそのチャートのこととかそのトレードのこととかの基本的な概念を知った上でそれを話しするんだったら分かるんですよ、うん、だけどそれを知らないでお話ししているとちょっとね残念っていう感じですね。はい、そんななんていうんですかね、基本中の基本のところを知らずに上積みのものだけ使ってもどうにもいかないと。そういうことですね、うん、トレードに関してはね、もう募集数が少なすぎて、うん、YouTube でねなんかこういろいろやってもすぐに埋まってしまうので、まあ順番待ちができてましたから、まあ今、まあ、今はね、今はもうやってないですけど、はい、でまあどんどん卒業されたので、うん、YouTube 募集しようかなとも思っているので、うんうん、まあそこら辺も兼ねて、まあちょっとねトレードについても、まあ、最近全然話してなかったので。そうですね、でご質問も受けたのでちょっとこういうのは動画を作って、はい、投資と投機は違うんだよ、投資とトレードっていうのはもう根本的に違うんだっていうことを理解していただければなというふうに思います、うん、そこら辺ね、株式投資とか独自でされてる方もいらっしゃるとは思うんですけども、トレードの本当に初めてのトレード講座っていうのを受けるだけでも相当考え方が変わるんじゃないかなというふうに思いますけどもね、うん、またね募集が再開した時とかになればこういった形でお知らせできればいいなと思ってますんで。そうですね、はい、はい、あ、気になる方はまたちょっとお待ちいただければなと思います。はい、はい、じゃあ今日は以上ですかね、はい、はい、じゃあ何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。これからもお金に関する役立つ情報をお届けしてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。またマネーセンスカレッジでは無料で受けられる講座を多数用意しています。気になるタイトルがあればぜひクリックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。